おしょろ丸は、北海道大学水産学部の付属練習船である。2017年現在は、2014年7月に、収益した5代目が運行されている。おしょろ丸は1907年4月に開設された、札幌の学校水産学科の初代練習船として、三重県大港町の市川造船所で建造された、木造帆船である。工費は14,473円。 宣明は遠藤義三郎教授の発案で佐藤紹介学長によって命名された。日本マストでフォアマストに王藩を持つトップするスクーナーとして建造されたが翌年にはブリガンティンに改装され、1913年3月にはスウェーデンのボリンダームンクテル社製の補助機関を増設した。1909年2月に竣工当初は おしょろ臨海実習所が設置された小樽市のおしょろ案に描白していたが、後に手繋ぎ校を小樽港に移している。なお、おしょろ丸が収益した1909年2月時点では、東北帝国大学の岡大学水産学科に解消されている。1926年10月までの17年間で26時に渡って日本近海及びオホーツク海で、 練習公開を実施、総工程約9 2 6 0 0トルを公開し、約200名が乗船した。退役後は、少年団日本連盟の練習戦義勇は何時丸となり、1934年には、東南アジア方面への遠洋公開を行っている。1938年3月に、三重県大王崎で座礁。修理後は、海運会社の所有となり、 貨物船海税丸として運航されていたが、1944年に空襲により炎上した。1927年5月に、函館高等水産学校の補助期間付きの小船として、神戸製鋼所蕎麦工場で巡航した。本船から船名がひらがな表記のオショロ丸になっている。 収益時は三本マストのバーケンティンだったが、太平洋戦争勃発に伴い1942年5月に、函館選挙で帰戦に改装されて、搬送とメインマストを撤去、1944年には残った二本のマストの上部も撤去した。公明が函館専門水産学校に改名された昭和19年3月以降も本来の船員要請に用いられていたが、 戦局の悪化から1945年には船体を灰色に塗りつぶして技法を搭載した状態で、函館青森間の石炭輸送に従事していた。1945年の函館空襲でも奇跡的に生還している。戦後も南北太平洋への練習航海に従事し、1951年9月の船体延長、機関乾燥以降はインド洋やベイリング海、さらに 北米方面への遠洋航海にも用いられた。1958年には南太平洋の周期日食観測に参加している。1962年9月に廃止されるまでに54時の練習航海で30万余会里を航行して、延べ1616 16名の学生が乗船した。1964年に太平洋単海工業へ売却された後、 日本初の海洋掘削船に改造され、第一単海丸となり、釧路丹田の調査などに使用された。1973年、スクラップとして売却され、解体された。1962年9月に、藤永電造船所で竣工した。総トン数は1000トンを超え、北洋や欧州水域まで、調査海域を拡大することが可能になった。また、可変ピッ プロペラやバウスラスター、漁業演習に必須の戦ビトロールを有しており、トロール網や刺し網、ハエナーによる漁業演習、そして海洋調査の能力は格段に向上した。1972年7月にはベーリング海峡を経て北緯72度、成形173度11分に到達して、日本籍の船舶としての最北原点を更新した。 1983年12月に廃止された。93時の練習公開の総工程は約51万回り、登場した研究乗船者は国内外の約750名に及んだ。また、1965年以来3時にわたり、北方母三段輸送に協力した。おしょろ丸法よおしょろ丸分よ昼間の写真に差し替え、希望です。ありがとうございます。